今回の首脳会談はですね、日米同盟関係は揺るがない、そしてトランプ大統領との間で日米同盟関係はさらに強固なものとなっていく、強靭なものとなっていくとのメッセージとなるような首脳会談にしたいと考えています。また経済関係についてはですね、日米の経済関係は今までもウィンウィンの関係でした。これからもウィンウィンの関係としてですね、共に発展をしていく、そしてまた自由で公正なルールに基づく両国のそういった経済関係をさらに発展させていく、そのことを確認する首脳会談にしていきたいと思います。TPP についてはですね、もちろん私の考え方、日本の立場をしっかりと説明したいと考えています。またフロリダにおいてですね、ゴルフ、そしてまたトランプ大統領夫妻と4人で夕食を共にすることをですね、大変楽しみにしています。ゴルフについてはですね、祖父の岸信介から、アイゼンハワー大統領とプレーした時の話を聞きました。いいプレーをすることもあれば、悪いプレーもすることもある、目の前で、ホールを外して悔しがるアイゼンハワーの姿を見て2人の距離は急速に縮まった、そんな話を聞いたことがあります。まさにお互いにですね、この仕事とは離れた関係によってですね、信頼関係、強い信頼関係を構築していきたいと、こう思っています。ありがとうございました。